キックオフ長崎、キックオフ長崎、いやー、長崎の未来へキックオフ、キックオフ長崎。長崎をホームに活動するプロサッカーチーム、ビファーレン長崎。この番組ではそんなビファーレン長崎や地元のサッカーチームを通して長崎のサッカーをさらに盛り上げていきます。まずはおめでたい話題から。 J1 から J3 の各リーグ戦において最も活躍した選手などを表彰する J リーグ月間表彰、8月の大賞者がビファーレン長崎から選ばれました。明治安田生命 J リーグコナミ月間ベストゴールに輝いたのは中村圭太選手です。そのゴールがこちら。8月12日アウェーでの水戸ホーリーホック戦、中央でボールをもらった中村がダブルワンツーでディフェンスを突破しシュート。周囲との連動、正確な技術、全てが揃ったビューティフルゴールでした。受賞について中村選手は、そうですね、やっぱこういうのを受賞したことがないんで非常に嬉しく思いますけど、まあ、ただチームを勝利に導くゴールではなかったんで、やっぱり9月はそういったゴールを増やしていけたらいいなと思います。では中村選手にこのゴールを分かりやすく解説していただきましょう。ポイントとなるところでストップと言ってくださいね。ストップ。ここで相手ボランチが結構遠い位置からプレスに来てるっていうのは分かったんで、相手に仕掛ければそのディフェンスの足が止まると思って、で回をもういい位置取ってるんで、ここはワンツーで剥がして侵入できるなと思ったんで、少し前に仕掛けながらっていうのを意識しました。でストップ。ここでラストパスを狙おうと思ったんですけど、相手のもう一人のボランチがジョップのパスコースを切れてないなと思ったんで、もう一つ侵入できるなと思って、ここでもワンツーを選択しました。ストップ。ここで相手ディフェンスの間合いが遠かったん でジョップの落としも良くて、ワンタッチでボールを蹴れる位置にパスをしてくれたんで、あとはコースを狙えば、タイミングもキーパーは取りづらいと思ったんで、ダイレクトのシュートを選択しました。やっぱり回路のポジションも非常に良かったですし、その後にジョップが少しそのサイドに開いてパスコースを作ってくれたので、周りが気使ってくれて、うまくこのゴールが生まれたかなっていうのは思いますね。中村選手おめでとうございました。続いて前節の試合、アウェーでブラウブリッツ秋田と対戦しました。前半7分、8月のベストゴールを受賞した中村、これは枠の外。続いて増山、中に切り込んでクロス、頭で合わせた海洋、高さを生かした攻撃を見せますが、キーパーのファインセーブに阻まれます。その3分後、またしても海洋セザール、これは惜しくもポスト、なかなか決められません。後半には途中出場のジョップ、長い足で合わせますがキーパー正面。その直後ピンチ、ポストに助けられます。このまま試合終了、J1 自動昇格へ痛い引き分けとなりました。い
こちらが現在の順位表。今日午後5時から首位の町田との一戦、さらに来週は磐田と対戦します。上位勢との戦いは勝てば順位を上げるチャンス。ここから連勝で行くぞ G1。 この後はリファーレン長崎の新人研修を紹介します。 J リーグでは毎年新人の選手が地域に根ざした様々な社会連携活動を行う、通称シャレンと呼ばれる活動を行っています。ビファーレン長崎では去年阿部大成選手が長崎海援隊の方々と海岸の清掃活動を行い、2回の実施で合わせて94袋のゴミを回収しました。そんな新人研修シャレンの今年の活動はフードドライブです。9月6日実施に先駆け、新人選手5人が説明会に参加しました。フードドライブとは、家庭などで使いきれない食品や日用品を集め必要とする方へ届ける取り組みのこと。選手たちは説明会の後、意見交換を行いました。自分高校の時めっちゃ部活の時も、新しいボールが来たら古いボールを捨てちゃうというか、廃棄とかだったんで、そういうところからもらったボールとかを1個でもあげたら、ボール1つさえあれば何かができる。食べ物だけではなく、サッカー選手ならではの意見も出ていました。10月7日土曜日のホーム戦、場外ブースで支援物資の回収を実施予定です。詳しくはホームページをチェック。チッコーク長崎。この番組ではプロチームだけではなく、子供から大人まで地域のサッカーチームを一緒に盛り上げていきます。紹介するのは北諫早中学校サッカー部。挨拶と礼儀を大切にし、感謝の気持ちを重んじるチームです。3年生が9月に引退して、新チームでは1年生11人、2年生4人の15人になりました。中学校からサッカーを始めた1年生も多いため、初めての試合ではなかなかいい結果を残すことはできませんでしたので、まずは基礎的なところをしっかりと固めながら、サッカーの理解度とかそういったものを高めて、チームの質を上げていけたらいいなと思っています。これから4人でチームを引っ張る2年生気合十分です。まだ1年生が身近なので、2年生が率先して何人分ものプレーをできるように頑張っています。試合中にもちゃんと年齢関係なく声出せるように、日頃からちゃんと声を出していくのは意識しています。キャプテン、チームの雰囲気はどうですか？学年関係なく声をかけやすいです。自分の要求を言いやすい、とても楽しいチームです。さすが先輩、頼もしい。引退した3年生は新チームをどう思っているんでしょうか？2年生はすごく4人とも仲が良くて、1年生は新しく初めてサッカーをする子たちも多いので、またフレッシュなチームになると思います。3年生の期待を胸に、これから新チームで試合経験を積み、まずは勝利を目指します。ここでリファーレン長崎からの挑戦状。リファーレンからの挑戦状、今日はヘディングでリフティングを続けたいと思います。 Let's try。 ポイント1つ、早く落下地点に入りボールをよく見ること。言っちゃってんじゃん。なんで2個言っちゃってんの。1つとか言ってさ、なんで2個言ってんの。挑戦するのはこの2人。山下そら、頑張れるぞ。
ホンダレン、頑張るぞ。頑張れ。チームメイトが見守る中、挑戦がスタートしました。見事なボールさばきです。ちょっとこうずれましたが、なんとか立て直している。9回目、10回目いった、11回、記録は11回でした。練習で46回できていたので、ちょっと悔しかったです。できるかなと思ったら、本番では緊張してできませんでした。ナイスチャレンジでした。2人の将来の目標を教えてください。ビファーレン長崎に入ることです。日々の練習の積み重ねだと思うので、自主練習を欠かさずやりたいと思います。まあ、畑野選手みたいな選手になってビファーレン長崎に入ることです。長崎のこれからのサッカー界をぜひ盛り上げてください。新体制で突き進め、北諫早中学校サッカー部。ありがとうございました。今日はスタジアム満員プロジェクト第4弾町田戦、みんなで応援しましょう。この人たちからメッセージです。次の町田戦は本当に J1 昇格、本当に大事な試合になると思うんで、少しでも力を貸していただけたら、やっぱりそれが力になって勝ちにつながると思うんで、応援よろしくお願いします。町田戦、首位の相手を倒して、みんなで共に勝利のカンターレをしましょう。キックオフ長崎。